どうもこんにちは、セーラームシューの鈴木でございます。本日はですね、オーダーグスのご紹介でございます。間もなくですね、午前4時を迎えようとしております。はい、これはガスの時間でございます。はい、こんな時間になっても撮影しておりますけれども、もしよろしければご覧ください。どうぞ。本日ご紹介いたします宮井工業カスタムシューズのオーダーグッズはこちらでございます。こちらの靴でございます。今回ですね、こちらの靴オーダーいただきましたのは、イニシャルで言うと K 様でございます。 K 様オーダーいただきありがとうございます。では早速仕様をご説明いたします。まずデザインが ES21 着火ブーツでございます。着火ブーツ自体はですね、季節を問わず履けるというのもあってですね、結構オーダーされる方多いかなと思います。こちらの革なんですけども、KI の39。こちらですね、ダークグリーンでございます。グリーンの革って、まあ自分も本当に好きなんですけども、なかなか市場にはない色となっております。はい、やっぱり数多く出る革ではないので、どうしても生産量としては少なめになってしまうのかなと思いますね。で、続きましてが、ライニング、それから敷き革ですね。赤となっております。はい、かなりオーダー感のある色となっておりますね。赤を、ご検討される方に一応お伝えしておきますけども、白い靴下を履かれるとどうしても色移りします。ここですね、ご容赦ください。濃い色のね、靴下を履かれる方は問題ないんですけども、薄色の靴下であるとご覚悟いただければなと思います。敷き革の刻印ですね、オリジナルの足にはオリジナルの靴をというですね、当店のスローガンが英語で入っております。続きましてが底ですね。今回 K 様はタフスタッズラバーソールですね、こちらをお選びいただいております。耐摩耗性という意味においてはこちらのラバーソールいい感じかなと思います。都市部で働く方で、特に通勤であったりとか、アスファルトの道を歩くことが多いという方はですね、こちらの、タフスタッズおすすめでございます。あとはまあどうしてもですね、現場であったりとか滑ったらちょっと危険だというところに赴く方はですね、こちらのタフソールと呼ばれるこちらの方がおすすめですね。かなり滑りにくくなっております。サイドに行きまして、まずリブですね。今回 K 様はダブル巻きをご選択いただいております。 K 様は結構体格ががっしりとされている方なので、ダブル巻きの方が足には馴染みやすいかなと思います。ウェルトに関しましてはこちらストームウェルトとなっております。ストームウェルトはこういったものですね。はい、横から見るとこういう感じでちょっと突起が出ているような感じになっております。それがですね、ここにぐるっと一周巻かれていて、ヨーロッパの方に行くと、まあ、ウォータープルーフウェルトみたいなね、言われ方をしておりますけども、まあ、ただ実際にはそこまでなんか機能的にガッツリとっていう感じでもないのかなって個人的には気がします。はい。そしてですね、出し根の糸のお色に関しましては、白となっております。ウェルトコバのお色に関しましては、今回は生地となっております。ですね、特にね、染料なんかは入れておりません。この銀積みなんかはね、かなり綺麗に出ておりますよね。生地というこちらのウェルトの部分のお色に関しましては、これからどんどん太陽のこう紫外線に当たると、こちらはどんどん飴色に変わってきます。この靴に関してはその変化を、経年変化を楽しめるという仕様になっているのかなと思います。特にオプションを入れていただきまして、それが何かというとダブル厚底となっております。タフスタッズとこのウェルトの間にですね、1枚ラバー素材のミッドソールが入っております。
ソールのですね、耐久性も上がりますし、あとはまあ履いている時のクッション性なんかも、体格のある人であればいいかなと思います。はい、逆に体格がそれほどなんかがっしりしてない方、細身の方なんかで、ダブルソールにしてしまうとつま先が削れやすくなったりしますのでご注意ください。ラバーソールをご選択いただいてますので、横は、平のみとなります。で最後に靴紐ですね。ベージュの平紐をご選択いただいております。このベージュはですね、アッパーの色というよりも、このウェルトのですね、お色に合わせていただいたという感じになります。K 様なんですけども、実は4足目のオーダーとなっております。ご自身でもやっぱりおっしゃっておられますけども、このように完璧なものってなかなかないので、一足一足オーダーいただくことに、前の部分はここは好ましくなかったんで、じゃあ今回はこうしようといった感じで、やっぱりその積み重ねと、あとはまあ、お話しさせていただく中で、新たにご提案させていただいたりとか、そういったことをですね、続けながら、今回こちらのオーダーとなりました。またこの靴もですね、長く履いていただいて、経年変化も楽しみつつ、多分この靴でもこのデザインだったらこういう方がいいかなっていうのはね、多分出てくると思うんですよ。そういったものもですね、共有していただければ嬉しい限りでございます。はい、ということですね、本日は以上でございます。どうもありがとうございました。はい、今回ですね、お届けした着火ブースなんですけども、以前の動画でもお伝えした通り、当店のオーダーにおいてはですね、かなり数が増えてるのかなという気がします。実際にお話を伺ってもですね、ビジネスマンの方で、レインブースとかレインシューズよりは、しっかりとした革靴を履きたいという方が非常に多くなっているのかなという気がします。これから5月、6月と、雨が多い季節になってくると、どうしても足元が短靴だとですね、濡れてしまって、こうお仕事に影響があったりとかすることもありますし、あとは7月、8月の、まあ、ゲリラ豪雨とかね、いう言葉もありますけども、東南アジアのようなスコールのようにザーッと、降る時もありますし、また季節の変わり目の9月なんかね、やっぱりこう長雨の季節にもなりますから、そういった時にも非常にこういった着火ブースというのはかなり役立つのかなという気がします。ジョージブースは微妙なね、違いかもしれませんけども、この着火ブースぐらいの丈であれば、スーツのパンツであったりとか、あとはまあ通常のね、チノパンであったりとしても、足元はビシッと、締めてくれますので、かなり使い勝手はいいのかなという気がします。はい、まあそんなこともあって、今、着火ブーツ、を選ばれる方が増えているのかなっていう気がしております。まあやはり今でも、ブーツはですね、冬場だけと思っている方、多いんですけども、実際にはやっぱり年がら年中履けるものだったりとかしますので、まあもし、オーダーで、ブーツをとお考えの方はですね、まずは着火ブーツ、選択肢に入れてもいいのかなと思います。はい、ということでね、本日は以上でございます。チャンネル登録、それからグッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。